今から紹介する国はどこの国かわかるでしょうか。物価が安いため、物価が高い周りの国から多くの観光客が訪れる。国民の反感を抑えるために豊かな国だと洗脳し、国民の大半は豊かだと信じている。国や国家機関の仕事を執行する人たちが優遇されている。ここまででわかる人はどれほどいるでしょうか。190以上ある国の中でも経済が衰退し、伸び率が160位以下。一般的な企業に勤める国民の給料が30年前から伸びていない。税金を上げないと間もなく破綻する。借金は多い一方、国民の金融資産が多く、国は潰れないが国民は潰れる。そう、答えは日本です。今回は多くの人が抱く日本に対する幻想と日本経済について見ていきます。日本の技術レベルは高く、品質が良いため日本の製品が売れる。これはすでに20年以上前の話です。現在日本の技術が世界に通用するシーンは少なく、ニュースに日本の技術力が稀に報道される程度。一つの特定の分野の技術力がニュースになってしまうほど珍しい出来事なのです。例えばスマートフォン。 2G 通信の頃、国内の携帯電話のほぼ全ては国内製品でした。しかし現在では技術力や性能が高い iPhone が人気であり、国内メーカーのスマホの注目度は下がるばかり。海外では日本のスマホなどほとんど注目されていません。技術はどこに行ってしまったのでしょうか。中国や韓国、台湾、最近ではインドネシア、タイなど多くのアジア人が日本を訪れ、日本の家電や商品を爆買いしていきます。日本の製品は品質が高く、それを求めて外国人が買っていく。全くそうではありません。なぜ日本の製品が売れるのか。それは単に安いからです。中国人の爆買い。空港には家電製品、ヘルスケア商品など、本当に飛行機に乗せられるのかというほど荷物を抱えていますが、まさに日本の製品は安い割に品質が良いため購入されます。日本人の多くは日本より豊かではない国の人が日本の商品を買い占めると思っていますが、それは単なる幻想。わざわざ日本までやってきて商品を買いたいほど日本の製品は安い割に品質が良いのです。要するにお金がなくて欲しいものが買えない日本人が多い一方、海外の中間層から富裕層が日本にやってきて安く品質のいい商品を買っていくのです。中国の日本製品爆買いの理由は、日本は物価が安いことなのです。実際に中国の都市部の食料品は日本よりも物価が高く、マンションも東京よりも圧倒的に高額です。バブルと揶揄されますが、買う人がいて初めて価格が決まり、その価格が日本の東京よりも高額です。タイのバンコクでは経済発展とともに物価が上昇。ショッピングモールの個店で食事をすれば日本とほとんど変わりません。一皿300円以上するタイの回転寿司店は、食事の時間帯は行列ができるほど大繁盛しています。豊かではないという先入観とは真逆で、彼らは日本に比べてお金を持っているのです。ここまで聞いても反対したくなる人も多いはずです。日本の技術は圧倒的だと。そう、これが洗脳の成功です。日本には隣国の情報操作が目につく国民が多い一方、日本国内の情報操作には気づいていません。ある国の国内に住む国民が自分の国の状況に気づかないのと同様、日本国内に住んでいる我々には日本国内の状況に気づいていないのです。日本の技術はすごい、日本の軍事力はすごい、日本人の精神力はすごい、本気を出せば日本は強い。これがまさに幻想なのです。実際に過去、日本はこの幻想によって多くの国に戦いを仕掛け、大敗北を経験するという世界でも歴史的大失敗を経験済みです。当時はインターネットなどなく、情報はラジオや新聞。国民が日本の経済力を勘違いしても仕方ないかもしれません。しかしネットの普及であらゆる情報が手に入る時代でも、同じような幻想を抱く人が多く、その幻想が間違っていることに気づいていません。この厳しい現状は数字にも出ています。これは別動画でも紹介した GDP の推移。日本は世界でも有数の経済大国であり、 GDP の伸び悩みは当然だと思ってはいけません。
世界トップのアメリカは日本の4倍以上の経済規模の国家でありながら GDP を伸ばし続けています。景気低迷を指摘する人が多い中国、中国経済が終わったなどという一部の洗脳報道を鵜呑みにしているだけであり、実際には指数関数的に伸ばした GDP の伸び率が低下した程度、中国の景気減速が顕著になっていますという報道の文言を言い換えるなら、景気の伸びるスピードが落ちているということであり、景気が落ちているわけではありません。要するに中国は日本の3倍の経済規模に発展させてもなお経済を伸ばし続けているのです。アメリカ大手証券会社の経済予測によれば、2050年における GDP は中国は6000兆円、アメリカ4000兆円、インド3500兆円、ブラジル900兆円、インドネシア800兆円、メキシコ700兆円、ロシア700兆円。これはどの程度なのでしょうか。現在の日本の GDP は500兆円、2050年の日本の GDP は600兆円予想。全く伸びません。この予想が当たればまだ良い方かもしれません。最近では日本の GDP 2桁マイナスすら現実味を帯びています。日本は1995年から経済成長がストップ。労働者の給料は30年間伸びていません。とうとう失われた30年を達成したのです。経済を急速に成長させた反動ではありません。他の先進国は順調に GDP を伸ばしており、日本の GDP の伸び率は2017年度世界160位以下。今後の予測次第では世界最下位も視野に入ります。そんな景気が低迷する日本に対し、 IMF 国際通貨基金は消費税を 15% に上げることを提言。このままでは国が潰れると指摘しています。 3%、5%、8%、10% とどんどん消費税を上げ、国民の負担が限界になっていてもまだ全く足りていないのです。そんな中、唯一増えているものがあります。それは国家公務員の給料。6年連続上昇です。国民が苦しい思いをして払った税金は国家公務員の財布に流れています。情報交換会と称し、一食10万円もするような高級飲食店は毎日のように国家公務員であふれ、二次会は美人に囲まれてお酒をたしなみ、飲み代は一次会の金額以上。税金で潤っているのは国家公務員です。借金大国日本、その金額は優に1000兆円を超え、世界的に見ても借金まみれの国になっています。日本の借金は国内の個人資産で賄えるという安心感を持つ人がいます。確かにその通り、個人が持つ金融資産で借金が実質帳消しになるかもしれません。一人当たりの借金額は約1000万円。国の借金が増えすぎたので帳消しにしましょう。1000万円の振込用紙が国から届きます。国は潰れないという人の言う通り、個人資産から考えて日本は潰れないでしょう。一方、個人の金融資産で借金を返さなければ国が潰れます。そう、要するに日本は潰れませんが、日本の借金を支払う国民が潰れるのです。日本がこのような国になったのはなぜでしょうか。政治家のせいでしょうか。批判は政治家に集まります。何をやっているのだと。しかし、この批判ほどナンセンスなことはありません。政治家を選ぶのは我々であり、今の日本を作ったのは我々です。今の現状は私たちが導いた結果なのです。政治家批判は自分自身への批判です。豊かな日本、それは幻想です。日本以外の国では物価はどんどん上がっています。1年後に同じ国を訪れれば、簡単に物価上昇を実感できるほどの上昇率です。給料も上がっています。韓国や中国の給料は日本と変わらないばかりか、日本を上回っているケースもあります。タイやインドネシアなど、アジア諸国の給料もどんどん伸びています。給料が上がらない原因は会社にあり、いくら働いても給料を上げない経営者が悪いという意見もあります。それは本当でしょうか？これも間違いです。現在、アジア諸国で最も勉強時間が少ない国、それは日本です。日本以外の国では、働きながら勉強することは当たり前であり、世界第2位、アジアトップの経済大国中国では、多くの人が夢を持ち、夢の実現のために勉強し、努力をしています。
夜8時に仕事を終え、そのまま語学や経営を学ぶスクールに通います。休日もオンライン学習やビジネスの打ち合わせを当たり前のように行っています。仕事終わりに飲みに行く日本人とは大きな違いです。仕事の量や質、そしてスピードは個人を見ても中国は日本を圧倒しています。一人一人の能力は日々の勉強や経験によって日本と比べ物にならないほど高くなっているのです。その結果が中国の経済を牽引しています。実際に中国に行けば巨大なビルが並び、その中身は綺麗で最先端な様子に驚くはずです。中国人の内面も大きく成長しています。数十年前は日本をライバル視しており、敵対心をむき出しにするほど会話が盛り上がりました。しかし現在はすでに日本は眼中になく、日本は好きな国だ、綺麗で住みやすそうでいい国だ、これで会話は終わり、次に彼らが口にするのはアメリカの経済力とどうやって中国がアメリカを追い越すかということです。彼らのライバルはアメリカになり、すでに彼らの頭から日本など消えています。中国以外の国、アジア諸国は日本に比べ勤勉で優秀な人材が多くなっています。タイ、インドネシアの人々も夢を実現するために海外に出て働きます。実際に日本には多くの中国人や他のアジア人が多く働いています。彼らは日本で働くために驚くほどの努力と経験を積んでいます。例えば中国を例に見てみましょう。中国では中国人が海外の学校に行ったり働いたりするにはハードルが高く設定されています。中国人が個人で日本に留学する場合、中国国内の日本語学校で日本語を学び、学校が発行する証明書を日本に提出しなければなりません。また中国を出国するには数百万円から1000万円近い保証金を中国政府に用意します。中国人が海外で行動するには努力と時間とお金が必要なのです。そして中国人はそれほど努力してまで日本に学びに来ています。対する日本人は海外に出ることをせず、行ったとしても旅行程度、学ぶために夢を実現するために海外に出ることを実行できる人はどれほどいるのでしょうか。伸び悩む日本はすでにビジネスが飽和しており、会社を成長させるには海外に出るしかありません。そんな中、どれほどの経営者が日本人を採用したいと思うでしょうか。優秀な経営者なら日本人よりも優秀で勤勉な外国人にお金を出すのは当たり前です。人件費が安いからではありません。日本には優秀な人材がおらず、世界の競争に勝つためには日本人よりも優秀な外国人を採用するしかないのです。給料が上がらない原因、それは経営者が金を出さないのではなく、経営者は優秀な人に金を出しており、金を出す相手が日本人ではないということだけです。軍事を見ても同様です。よくある都市伝説には、自衛隊の練度は他国と比較して圧倒的、潜水艦の性能は世界一というものがあります。これは本当でしょうか。もちろん軍事機密になるため、それを誰も知ることはできません。しかし日本の実力を知るヒントもあります。日本の潜水艦の性能が本当に世界で圧倒的な性能を持っているとしましょう。センサーや材料の製造など単品の性能に加え、潜水艦トータルとして性能が高く、2位の国をずば抜けて引き離す圧倒的性能を持っていると。もしそうなら軍事に生かす技術自体も圧倒的であるはずです。スマートフォンや家電、工業製品などあらゆる分野で革新的で、世界中から競争相手を寄せ付けない技術を持っているはずです。そんな技術を経済に生かせば、アメリカどころか日本は世界ダントツの経済大国の完成です。自衛隊の練度が驚異的であり、同じ機材を扱っても日本は他の国よりも強いのでしょうか。隊員を訓練する方法が圧倒的なのでしょうか。日本人という人種が世界でも飛び抜けた能力を持っているのでしょうか。これが事実なら、オリンピック、F1、チェスなどあらゆる分野で日本は金メダル総なめな状態でしょう。要するに軍事という極めて狭い分野だけを見ても、日本人が持つ自信は過信の域に達しており、その自信は幻想なのです。このような話題は多くの批判も集まります。中国寄りだと。しかしこれが現実であり、日本寄りな意見ではないということだけなのです。もうここまで来るとあるのは悲壮感だけでしょうか。日本には未来はないのでしょうか。決してそうではありません。
こんな状況でも日本の GDP は現在世界でも上位に位置しています。幸いにも過去の急速な経済発展のおかげで日本は何かに挑戦するための環境は整っています。専門家が発表する今後の経済予想はあくまでも予測であり、それを変えられるのは私たちです。インターネットの普及で個人が気軽に発信することができ、どんなに大きな失敗をしても最低限生活ができる収入保障と再び挑戦する機会が与えられます。やるかやらないかはあなたが決めることができるのです。この厳しい現状を把握し、その原因が私たち一人一人にあること、そしてそれを変えられるのは我々だけであるということを忘れないことが大切です。